どうも、かっこいいギタリスト竹下です。やっぱりね、かっこいいってぐらいで E のスケールを練習しましょう。普通に弾くとどうなります？これはですね、まずシンコペーションを入れましょう。シンコペーションというのはね、跳ねるという意味なんですね。今跳ねたの分かります？この部分、こういうのを入れるだけで全然音楽になってるでしょ。これはね、決まりがないんですよ。聴いてる人は気持ちいいように、常に一人で練習してるんじゃなくて、これは人様に聞かせているんだ、もしくは聞いていただいてるんだという気持ちを持ってね、ギターを弾くと少しずつ変わってくると思います。